久々にカメラを元ブログにらしからぬこのスピード感のない映像で、ちょっとね、もう野暮用が多すぎちゃって。配信でほとんど年末から年始のことはほとんど喋っちゃったのでどうなのかなってことで、まだ映像は全然調子は上がんないらしいね。俺はすっかり良くはなったけど全然飯食えなくなっちゃった。さすが5日間水だけで過ごした男、本当にね、健康大事ですよ。やべ、もんなか来るんだったら魔王のお守りを持ってくればよかったな。失敗した。そこのすぐそこに闘病中からよくお参りに行ったあれなんだっけな、なんとか不動尊、あそこね、岩風寺のあれがあったんで雪を着てたんだよな。毎年ね、魔王の分もお守り買ってんすよ。それを返納して持ってこなかったからね。まあ次回初詣も行ってねえわ、具合悪すぎて。映像のブログのあのワンちゃんのあの眠そうな顔が最高にウケたな。映像のあのブログね、初詣の、もう勘弁してくれよって顔してまあ年始めとか一発目のブログってことで初心者表明的なの語っとくかな。去年ギリでお披露目ライブができたのは良かったんだけど、その後があの攻めに回れなくて俺の爪の甘いとこだなと思って、バンド的にね。だから、まあ、今年いっぱいで、まあ、今例えば登録者数とかライブの動員数とかダウンロード数とかを考えた場合、もう全然もうダラダラやるつもりはなくて、まあもちろんなんだけど、じゃあ次回のライブでそこのは修正しましょうねとか、そういうのもねナンセンスだと思っていて、その場その場で 100% 以上のことをしねえと俺はもうダメだと思うんだよね。まあ1年で、まあ、自分の納得いく数字を目標に掲げているので、それに達成しなかったら1年でね、だからもうそっから先はもうなんだろうな、数字が良くない結果が良くないのって俺はボーカリストの責任だと思っていて、まあもちろんね人間力だったり、その人にを引きつける魅力がないんだなと、いろいろと皆さん思うところはあるかもしれないけれども、生き様としてその目標を掲げよってこのバンドってかバンド復帰をしたわけだから、それ相応の覚悟のもと立ち上がったので、まあ、せめて倍にはいかないと納得できないかな。周りへの示しもつかねえしと思っております。なのでご協力いただければ、もっとバンドを愛していただければとこのように思っております。でな、まあ、かっこいい言い方しちゃうと、なんでそんなに行き急いでいるのかと申しますと、俺の時間軸って
本人不在のまま俺は愛する人の命の選択を俺は、うん、4年やったので、母と孫をね、本人不在のままその人たちの命を左右しなければいけないのをその場その場で俺は判断してきたので、多分他のメンバーと時間軸が違くて、なのでもうの合理的に物事を進めていきたくて、それもバンドを何年もやってなくての復帰なので、その音楽を離れていたのを愛する人のために離れていたので、俺はたくさん他の人たちとは違うものを多く背負っているので、そういう目標を掲げていっております。バンドを一丸となって攻めていかないと、今の世の中ね、何でもありだからね。心強いのは多くの人たちが30日に俺たちのことをお披露目にその場に居合わせてくれたってことがすごく心強くて、じゃあまあもちろんね、来れなかった、まあ、日にちが日にちだけにね来れなかった方ももちろんいて、その人たちも俺たちの後押しをしてくれたり背中を押してくれる存在であるので、今年1年なんとかみんなで一丸となってバンドが進んでいけばなと思っております。なのでまあ今年1年そういうつもりで皆さんついてきてくださいっていうよりも一緒になって共に進んでいければと思っておりますし、まあね、それこそ今年の12月30日を過ぎるまでは攻めの姿勢で頑張っていきましょう。イエイイエイ、一つ今年もよろしくお願いします。しかしちょっと元気、もう SNS に上げたと思うけど、親族の挨拶も、まあ、電話で済ませてしまったんだけど、ほんとみんなね、その大病とかね、5日間水だけで寝込んでた話をもう歩けなかったから、もうみんななんかその一人で、まあもちろん親族だから孫が亡くなったのも知っているし、闘病の時からもいろいろと応援はしてくれてたんだけど、で今もこうして一人でずっと生きていて、かつてのアイヌスでね、もうそれが心配で心配でしょうがないとか言われて